この時間は比例代表北関東選挙区について放送します北関東選挙区国民民主党の政見放送ですお話は国民民主党代表田中雄一郎さんです国民民主党代表田中雄一郎です私たち国民民主党は対決より解決政策本位でやっていこう そう心に決めて4年前に決闘した政党です。選挙のたびに消滅するんじゃないのか。そんなことも言われながら多くの皆さんにご支援をいただいて少しずつ力をつけてこれました。仲間と共にガソリン代値下げ、電気代値下げ、33年ぶりの大幅な賃上げ、ヤングケアラー支援法の成立などいくつもの政策を実現してきました。改めて感謝します。でも私悔しいんです。 国民民主党の衆議院での議席は今7議席。法案を単独で出すためには21議席が必要です。私たちにはいい政策がいっぱいあるのに議席が少ないので少ししか実現できないし時間もかかってしまいます。それが悔しいんです。特に今年大手では5%を超える高水準の賃上げが実現しましたが、せっかく給料が上がっても 税金や社会保険料が高いせいで皆さんの手取りが増えていません。でも国の税収は伸びています。政治の役割は国の懐を豊かにすることではなく国民の懐を豊かにすることです。国民民主党は賃上げやインフレ、円安で増えた国の税収を減税や社会保険料の軽減、ガソリンや電気代の値下げで皆さんに還元し手取りを増やします。 私たちの目指す社会はシンプルです。頑張って就職して真面目に働けば、給料が上がる。望めば、結婚も子供も産み育てることができる。そんな何気ない、当たり前の幸せをしっかりとつかみ取ることができる。そんな社会を取り戻したい。それだけです。もし国民民主党がもっと議席を増やし、力を持つことができれば、そんな社会が実現できるのに、今はその力がないんです。だから力貸してほしいんです。 103万円の壁など皆さんの手取りが増えることを妨げている古い仕組みがたくさん放置されています。古い制度を新しい制度に変えていきましょう。真面目に働く皆さんの手取りが増える、そんな社会に変えていきましょう。変える力は皆さん一人一人にあります。投票用紙2枚目は国民民主党と書いてください。対決より解決でこの国を動かす国民民主党 よろしくお願いします。一緒に作りましょう。右でも左でもなく一緒に上へ。手取りを増やす国民民主党、よろしくお願いします。続いて国民民主党代表、玉木雄一郎さんと参議院国対委員長の伊藤隆恵さんです。 国民民主党代表の玉木雄一郎です。参議院議員の伊藤孝恵です。代表は今回の衆院選で問われるべきは何だと思われますか。裏金問題ですね。これはあの脱税とも言える問題です。領収書を出せないなら、それは課税対象です。払うべき所得税を払ってなかったんだから、延滞税かけて重加算税40%も乗せて税務署で納税する。それだけです。国民は納税の義務をきちんと果たしています。政治家にだけ特権を認めるべきではありません。政策活動費の問題もあります。はい ま、自民党幹事長が5年で50億ものお金を使っていたこの政策活動費。自民党は選挙公約に廃止を念頭にと書いておきながら、石破総理は今回の衆議院選挙でその政策活動費を使うと断言しました。誰に渡したのか、何に使ったのか、自民党だけ報告する義務のないお金を使って選挙をやるのは不公平です。問われるべきは、そんな自民党にこれからも税金の使い道を決めさせていいのか、これだと思います。 政治と金の問題は徹底的に追求すべきだと思います。日々、お米が高くなって、うん、お野菜も本当に高くなって、ガソリン代も電気代も子供たちの教育費にも頭を悩ませている国民の怒りを野党がぶつけなければダメです。もちろん徹底的にあります。でも、裏金一本だけではこの国の政治は良くならないことも私たちは肝に銘じないといけません。えー、国民の皆さんが本当に聞きたいのは自民党がダメなら、じゃあ野党はどんな政策を出してくれるのか 私たちの手取りが増える経済政策はどうなるのか今の外交防衛政策で本当に大丈夫なのニュースで目にする痛ましい事件や事故はどうやったら防ぐことができるのか野戸半島の一日も早い復旧や復興。我が子に少しでも安心できる未来をどうやったら残せるのかそんな切なる願いに応えるため、国民民主党は働きます。そうです。 私たちは対決より解決を選ぶことを決めた政党です。左手でそれはおかしいと指を指すなら、右手には必ず対案を持っていなければならない。そうでなければ熟議など尽くしようがないからです。そしてその対案の中に詰まっているのは、全国の街頭で、お手紙で、SNS や YouTube ライブで私たちに声を寄せてくださった方々の思いです。 国民民主党は今、手取りを増やすための経済政策を訴えています。今年は33年ぶりに5%を超える賃上げが実現しました。でも暮らしぶりは良くなってません。それは税金や社会保険料が高くなって、結局手取りが増えていないからです。手取りを増やし、消費を拡大し、経済の好循環を作る具体的な提案を国民民主党は持っています。 例えば、どんなものですかはい。まあ、時代遅れのゾンビ税制とも言えるような古い税制を変えて、皆さんの手取りを増やします。いわゆる、103万円の年収の壁は、これ30年変わっていないんですね。えー、最低賃金はこの間1.7倍になっていますが、壁は103万のままなので、年末になると、働き控えをしないといけない学生やパートさんがたくさんいます。稼ぎたいのに稼げない。また、人手不足の店長さん、企業も困っています。これ、誰の得にもなっていない税制です。 年収の壁も1.7倍の178万円まで国民民主党は引き上げます。また、ガソリン税に輪乗せされた暫定税率、リッター25円10銭。これ、当初、2年間の約束だったのに、もう50年も続いてるんですね。これを廃止すれば、ガソリン代が安くなり、物価が下がります。我々の政策の4本柱は、1、給料、年金が上がる経済の実現。二、自分の国は自分で守る。3、人づくりこそ国づくり。4、 正直な政治を貫くです。はい。この自分の国は自分で守るためには外交防衛にとどまらず、エネルギーの安価で安定的な提供供給、そして災害対策、また、いざというとき食料や医薬品、半導体など、ちゃんと国内で調達できる仕組みを整えることが必要です。また、今外国人が自由に日本の土地を変えてしまうのは、これ問題が大きいと思います。国民民主党は外国人土地取得規制法を既に議員立法で提出しています。 人づくりこそ国づくりでは、教育国債の発行で教育無償化をすることや、所得制限の撤廃、年少不要控除の復活、奨学金の減免や若者減税を提案しています。新しい技術やサービスは人しか生み出せません。人が作った技術やサービスが企業となり、産業となり、そこに雇用や競争力が生まれて、我が国を強くします。だから人に、子供や若者たちに、そしてその可能性を育む人たちに、目いっぱいの投資をしなければなりません。はい。 まあ全員が賛成の政策など滅多にありません。それでも進めていくためには政治が正直で偏らず現実的であることが必要です。えー、そしてその大前提としてお金に汚い政治家は誰からも信用されません。そこで国民民主党はもう自主的に旧文書交通費は全面公開し政策活動費も廃止をしました。この二つを現に実行している唯一の政党が国民民主党です。国民民主党に皆さんの一票を託してください。 一枚目の投票用紙には国民民主党の候補者の名前を そして二枚目には国民民主党とお書きください。私たちはまだまだ小さな政党ですが、これまでにもヤングケアラー支援法などを議員立法し実現にこぎつけてきました。現在7名の衆議院議員が21名に増えれば国民民主党単独で法案が提出することができるようになります。そうすればもっと早くもっと多くの政策を皆さんにお届けすることができます。えー、国民民主党皆さんの一票で大きくしてください。強くしてください。 どうか力を貸してください。皆さん、よろしくお願いします。